そうっす。もうダメだ、おしまいだ。目覚まし時計使うね。
るのもな。地道に増やして後でドカンなカジノのイメージ。遅いソース。Thank you.
てか摂氏家の格好寒いよね。馬車馬のごとく使いやがって。
食らえ。キラーマシンじゃないのさ。ロビンの伝統や。このベジータ様とやり合えるとはなかなかだ。キラーマシンにもロビンにだったわね。食らいやがれ。
あのさ、あるある装備高い。Thank you.
PTA だとビアンカの装備引っ手替えしてブーメラン買ってたな。Thank you.
プトゥーヌ、コスモス。100でもまだ安く見える。
その割に経験値もしょぼいよね。今って杖のことを追ってる感じなの？しかもワドハンドと違って集まるとクソ技してくるし、最近レベルまでドルマゲスの飼い犬だと10年以上思い込んでたぜ。
そう、山田このゲームで出会ったことないマドハンド。粉々にしてやるぜ。背中に鼻くそをつけるやんなす。強いられてるんでしょ。
逃げるんだ。逃げるんだ。お姉ちゃんみたいな敵やん。このゲーム、全体回復呪文が強いから低レベルクリアとか無理っぽいよね。RPAJ は最低レベルでクリアするけどな。ないとドルマン戦の過去から超運ゲーだな。時はガラキかルカナンしかしなかったじゃねえか。弱体化してるやん。28の低レベルクリア調べたら主人公1ヤンガス7デシカ19クール26の平均レベル 13.25 でクリアしてるサイトあって草。RTA とか最小戦闘とかは強靭や死者やな。何千回もやって運ゲーとかしてるんかな。やってられないし楽しいとも思えないわ。調整むずい。そこだ。さっき書いた低レベルのサイトくっそ細かくクリアレポートまとめてあって読み応えがすごい。
このベジータ様がたっぷりと料理してやるぜ。 RPA やってるとそのゲームが嫌いになるってスーパードンキーコングシリーズ走ってた兄貴が言ってたな。ひたすら楽して低レベルならええんやけどな。それなし、頭に対して体貧弱すぎ。するの多いから低レベルでもいけるからね。一部ボスはうなぴ。おめえの出番だ。セルゲームのみ。でもあったから。セル編の頃のサトル飯はジャンプの人気投票で1位取ったからな。セル編でもって活躍して欲しかったわ。食らいやがれ。セル編はサイヤ人の悪い癖が出て調子乗ったから。アルティメットサトル飯ってなんだよ。食らいやがれ。かませ酒。
ルティメットサトルの死になったくせにスーパーサイヤ人にもなり始める G 君。BB の格ゲーでも決め技がないからおめこハメハメハを持ってこられるアルティメット。後ろが悪くなったんでしょ。腰で言い訳すればよし。現在解放と同じだから常時アルティメットのはずだけどな。新しい映画だとサトル飯が主役なんだってか。金髪サトルの死とオレンジピッコロの映画だっけ。サトル飯はよく修行不足で弱体化するから、なんか慣れなくなったみたいなの言ってましたね。復活の F あたりだと魔戦法以外にもピッコロさんから技パクって口闇から開口戦出してもよかったんやで。そうはさせるか。そうはいかんぞ。サトルメシちゃんは道着よりピッコロさんみたいな格好の方が好き。せめて魔漢子を殺せ法を覚えて。キャラが薄くなるから。あの時間だよ。ピッコロはオレンジ色になって巨大化で目立ち始めたから。上出来だ。こいつら相手に魔法感覚とかただの無駄行動ですね。そういう雑魚的好きよ。オレンジピッコロが正式名称なの本当草しか生えない。
お前 FF7 みたいなことやってんな。登山アタックもつらら落ちてきましたね。FF7 のリアル登山アタックってなんだの。逃げるんだ。
ナンパー避けろお前。あれはやばいね。ガチな知識と経験がないとできない。ありましたね。リアルとデザンアタックは失敗して救助のお世話になったジンにた記憶がまるで意識を持ったようなつらら。GP122、悲しいな。雪山滑り落ちの人？あれ雪山にスニーカーの時点でね。雪山はリアルトガンアタックじゃないから別。なくなったんだっけ？行方不明。あれは登る時間が遅すぎて黒が途中で登るのやめて下山してる最中に遭遇してるから難易度がまずもうね。いや遺体は見つかってるぞ。相当転がり落ちてるのよね。止まらんからな。富士登山の人は舐めた装備でも素人でもないらしいね。中の冬の富士山はプロがエベレストとかの練習で登る難易度とかだもん。中国人がスーツで登山してたぞ。しょうがねえな。you
薄い本ならゼシカが温める展開かな。勘違いするな。調べたら冬の富士山って滑り落ちしたら10分で下山する速度らしいっすね。すげえ効く。このベジータ様がたっぷりと料理してやるで。
影武者一人や二人いないと。3000G以上飛びました。
粉々にしてやるぜ。
ありがとうばあちゃん。ドラクエ10で初めて知ったわ。
て悟りやぞ。RDA 新型指名さん&コナミタン、借りに来たぜ。
え早くない。上出来だ。次は貴様だ。
しょって。なんだと？上出来だ。
集中攻撃で頼むよ。決着をつけてやる。勝負だ。終わりだ。
のゲームならつけられなさそう。くらえ！やっとさらに強いやつをスカウトできる。やっと攻撃力だけは最強クラスの石像ができるわ。チームヤギが実質2回使えるの強すぎ。お前か。意外にマックって分かりにくい。分かりにくくない？かかれ。やべえやつ。二回行動。こいつはできる。温水剣使ってくるのか。この本当の戦いはこれからだ。
よおスーパーサイヤ人みたいな感じ。許さんぞ。見せてやろう、超エリートサイヤ人の圧倒的パワーを。ステータスが高すぎる。もう中盤までのボス軽く超えてるな。RTA ってモンスター中心に戦うのかな。RDA はまず仲間呼び使わないんじゃないって。仲間スカウトがロスになるからか。
見た目はあれだけどまともなこと言う王様だな。まともだからちゃんと町の外で待ってくれるんだぞ。設定なのか。次何しようとしたっけ。町に入ったらモンスター扱いされたからな。最初の町の時点で生き返れ。3DS とスマホにもあるぞ。スマホは DS に基準だけど、今はもうドロイド版とかでやったらよくない。3DS 版が一番要素多いぞ。
コンピューターで 3DS 版。3DS 版をチェックしてみたら新品でも5000円くらいだった。新品のを買ってもいいかなって思った。まだ新品あるのね。Y も少し驚いた。中古目上がってるな。前は2000年代だった記憶あるのに。もともと中古も高そうだし、新品でもええかなって。
勝手のロトの錆びた犬種に入らんのよね、確か。呪われてそうって思ってしまった。DLC 枠じゃなくてコードによるアンロックだから仕方ないで再入塾か。
50も。コスプレ腕技チートだったのはファミコンのドラクエ3だって。計算方式のせいで素早さがそのまま防御力だからだっけ。なんじゃそら。くそ、単純に素早さが倍だったから素早さの半分が防御力だった。音で速い奴らが結果的に硬いという。しかも序盤で入手可能とかいうぶっ壊れ。今日はこの辺にするぞ。おっつおっつ。はっ。テレビの前のお前たちも月曜から金曜の午後6時の放送を見逃すなよ。